こんにちは。低気圧が近づくと雲が広がって雨や雪が降ることが多いです。令和4年10月7日も低気圧が近づいて関東地方で雨足が強まりました。低気圧が近づくとなぜ天気が崩れることが多いのでしょうか。まず風の吹き方から考えてみます。空気には濃いところ、薄いところがあります。我々人間も混雑したところは嫌ですよね。なるべく空いてる方へと動きたいですよね。空気も同じで、ぎゅーっと密集しているところから空気の薄い方へと空気分子が動きます。この動きが我々が感じる風です。空気の濃い方から薄い方へと風は吹きます。低気圧、高気圧を見てみますと、低気圧は周りより空気が薄いところです。ですから周りから風が吹き込んできます。反対に高気圧は周りより空気の濃いところです。ですから周りへ向かって風が吹き出します。このようにして低気圧、高気圧の周りに風が生まれます。低気圧に集まってきた風は地面に潜るわけにはいかないので、上昇気流となって上昇します。この上昇気流が雲を作るわけです。反対に高気圧は、上空の空気を引きずり下ろすので、下降気流が生まれて雲が消えて晴れることが多いわけです。低気圧でもどれだけ強い低気圧か、また湿った空気が入ってくるか入ってこないか、あるいは大気の状態が安定か不安定かによっても雲の出来方が変わってきます。低気圧が来るとおおむね天気が悪いことには違いないですが、毎回天気の状況が違うことを、観察してみると面白いのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。